リタはずっとアスピオで研究を続けていたんです？そうよ、もう5年にはなるかしらね。5年って、リタ今いくつです？15だけど。しっかりしてますよね。10歳でもうブラスティアの研究をしてたなんて。そう？そういうあんたはいくつよ？今年18になりました。あ、しっかりしないとね。はい、頑張ります。肝心のフレンはいませんでしたね。その騎士何者なの？ユーリの友達です。ふーん、あんたの友達ね。それは苦労するわ。なんだよ。別に。で、なんでそいつがこの町にいるの？ハルルのシルトブラスティアを直せる魔導士を探して。ああ、あの青臭いのね。私のとこにも来たわ。フレン、元気そうでした？元気だったんじゃない？うわ、適当。騎士の妖精なら他の魔導士が動くだろうし、もうハロルに戻ったんじゃない？そんな。で、疑いは晴れた？リタは泥棒をするような人じゃないと思います。思うだけじゃやってない証明にはならねえな。でも、いいよ、かばってくれなくて。けど、本当にやってないから。まあ、お前は泥棒よりも研究の方がお似合いだもんな。ユーリは素直じゃないんです。変なやつ。警備に連絡してくるから
先に私の研究所戻ってて。って言われても、あの怖いおじさんたちが通してくれるかどうか。そうね、これ持ってって。それ見せれば通れるから。サンキュー。いい、私の許可なく街出たらひどい目に遭わすわよ。ユーリの追ってるコア泥棒がリタじゃなくてよかったですね。ん？なんだその理屈は。俺は別に誰がコア泥棒だって構わねえぞ。リタだったら面倒がここで片付いてくれて大歓迎だったのにな。リタが聞いたら怒るよ。まあ真犯人の手がかりはバッチリ手に入ったしな。まずはよしとするさ。フレンが気になるなら黙って出ていくか。あ、いえ、リタにもちゃんと挨拶をしないと。なら落ち着けって。ユーリはこの後どうするの？コア泥棒の黒幕のとこに行ってみっかな。デデッキってやつも同じとこ行ったみたいだし。だったら、ノール港まで一直線だね。トリム港って言ってなかったか？ユーリ、知らないんだ。知らないって何を？ノールとトリムは二つの大陸にまたがった一つの町なんだよ。このイリキア大陸にあるのが港の町、カプアノール。通称ノール港。お隣のトルビキア大陸には港の町、カプアトリム。通称トリム港ってね。だからまずはノール港なの。途中エフミドの丘があるけど、西に向かえばすぐだから。私はハルルに戻ります。フレンを追わないと。んじゃ、俺も一旦ハルルの町へ戻るかな。え、なんで？そんな悠長なこと言ってたら泥棒が逃げちゃうよ。慌てる必要ねえって。あの男の口ぶりからして港は黒幕の拠点っぽいし。それに西行くならハルルの町は通り道だ。でも急ぐ用事でもあんのか？好きな子が不治の病で早く戻らないと危ないとか。そんな儚い子ならどんなに。待ってろとは言ったけど、どんだけくつろいでんのよ。あ、お帰りなさい。泥棒の方はどうなりました？さあ、今頃牢屋の中でヒーヒー泣いてんじゃない？疑って悪かった。軽い謝罪ね。ま、いいけどね。こっちも収穫あったから。リタ？んじゃ、世話かけたな。何？もう行くの？長居してもなんだし、急ぎの用もあるんだよ。リタ、会えてよかったです。急ぎますので、これで失礼します。わかったわ。儚い子って、一体誰のことです？え、カロルがノール港に行きたいのは、その子に会うためなんですよね。なんで知ってんの？やっぱり！あ、違うよ。だいたいノール港じゃなくて。ノール港じゃないんです？知らない。僕は何も知らない。さっさと白状した方がいいぞ。エステルの顔に諦めないと書いてある。そんなんじゃないんだってば。あ、カロル。見送りならここでいいぜ。そうじゃないわ、私も一緒に行く。え、何言ってんの？まさか勝手に帰るなってこういうことか？うん。うんって、そんな簡単に。いいのかよ。
お前ここの魔導士なんだろ。ハルルのシルトブラスティアを見ておきたいのよ。壊れたままじゃまずいでしょ。それなら僕たちで直したよ。ん？直したってあんたらが？素人がどうやって？よみがえらせたんだよ、バーンと。素人も侮れないもんだぜ。ますます心配。本当に治ってるか確かめに行かないと。んじゃ勝手にしてくれ。何？私同年代の友達初めてなんです。あんた友達って。よろしくお願いします。デートを出た時は俺とエステルとラピードだけだったのにな。今はカロルとリタも一緒です。旅の仲間が増えるとなんだか嬉しいですね。僕はなんだかこのメンバーに不安を感じるけど。私はあんたに不安を感じるけど。あんまカロル先生をいじめんなよ。仲良く旅をしましょうね、リタ。そうね。そんな大きな武器使いにくいんじゃないです？ちょっと重いけど、自分を大きく見せるためにはこれくらい必要なんだ。小さいカロル先生がハッタリかますにはちょうどいいな。大きく見せて魔物騙すのね。そういえば小さい魔物は体を大きく膨らませて威嚇するんですよね。そう、それと一緒。で、あれ、僕魔物と一緒？でも見た目を変えたからって中身変わるわけじゃないからな。危険だったらすぐに言いなさいよ。大丈夫だって。僕は曲がりの剣のエースだから。それがそのハッタリの一部じゃないことを祈るよ、俺は。季節だっけ？だから言ったじゃん、僕らで蘇らせたって。おお、皆さんお戻りですか。貴様のおっしゃった通りだ。あのフレンは？残念でしたな、入れ違いでして。また結界が治っていることには大変驚かれていましたよ。あの、どこに向かったか分かりませんか？いえ、私には何も。ただもしもの時はと手紙をお預かりしています。ちょっと悪さが過ぎたかな。一体どんな悪行を重ねてきたんだよ。これって私のせい？こりゃないだろう、たった5000ガルドって。脱獄にしては高すぎだよ。他にもなんかしたんじゃない？それで手紙にはなんて？僕はノール港に行く。早く追いついてこい。早く追いついてこいね。たく、余裕だな。それから暗殺者には気をつけるようにと書かれてます。なんだ、やっぱり狙われてんの知ってんだ。なんかしっかりした人だね。身の危険ってやつには気づいてるみたいだけど、この先どうする？そうですね、
俺はノール校に行くから、伝言あるなら伝えてもいい。それは…まあ、どうするか考えときな。リタが面倒を起こしてないか、ちょいと見てくる。の季節でもないのに花がこんなに咲いて、結界もずっと安定してる。本当にエステリーゼがやったの？なんでエステルなんだよ。アスピを出る前にカルロが口滑らしたでしょ。あんたがはぐらかしたけど。バレてりゃ世話ないな。こんな真似されたら私ら魔導士は肩なしよ。商売敵はさっさと消すんだな。そのためについてきてるんだろ。そんなわけないでしょ。私には解かなきゃならない公式が。公式がどうしたって？なんでもない。忘れて。で、あんたの要件は何？そのために一人で来たんでしょ。ま、半分くらいは今ので済んだ。なら、もう半分は？前にお前言ったよな、ブラスティアは自分を裏切らないから楽だって。言ったわね。それが？エステルとお前はどっちも人間だ。ブラスティアじゃない。ああ、そういうこと。あの子が心配なんだ、私が傷つけるんじゃないかって。エステルは俺やお前と違って正直者みたいだからな。無茶だけはしないでくれって話だ。ほら、踊ろうぜ。カロルとエステルが待ってる。無茶もしたいわよ。やっと見つけた手がかりなんだから。ハルルの気が。あんなに花をつけてるの、私も初めて見たわ。え？満開の季節になったらああなるんじゃねえのか？いくらなんでも、あそこまで綺麗に全部のつぼみが開いたりはしないわよ。そうなのか？だったら、貴重なもん見れてラッキーだったな。貴重っていうか、私は異常だと思ってんだけど。今のうちにエステリーデ様は我らのもとに帝都まで丁重にお送りするのである。あとはユーリをとっ捕まえればいいのだ。ここであったか100年目ユーリ・ローエル、そこに名をあれ。今回はバカにしつこいな。昔からのよしみとはいえ、今日こそは容赦せんぞ。ユーリは悪くありません。私が連れ出すように頼んだのです。おのれユーリ、エステリーデ様を脅迫しているのだな。違います。これは私の意思です。必ず戻りますから、あと少し自由にさせてください。それはなりませんぞ。我々とお戻りください。戻れません。分かってください。ここは致し方ない。
どうせ罪人も捕らえるのだから。これでお前たちの自由も境界に。我々騎士団究極の戦闘術、オーバーリミッツで行くである。勝手に盗むなよ、騎士団のもんじゃねえだろ。黙れである。オーバーリミッツ、戦闘時の能力を上げる技だよ。どうやるんだったっけか。バカめ、所詮庶民だな。私が教えてやるである。だがそれが分かったとき、お前たちは死の急行馬車に乗っているである。まず切れ、切れ、切れ。そうそう、思い出した、相手に攻撃を当てて闘気上げてくんだっけ。全然当たらないではないか。もう我慢ならないである。お、攻撃受けても闘気が上がるんだっけか。そっか、ここで溜めた闘気を一気に放出すれば。飛ばしていきますか。今日はこのくらいで勘弁してやる。ユーリ、すごいです。これ以上調子乗せるな。望むところ、せいやなのだ。よっと、お願いじゃ。任務ご苦労さん。ごめんなさい、私帰れません。あ、いいんじゃないの。えい、情けない。ちょ、リタ、戻らないって言ってんだからさっさと消えなさいよ。ユーリ、あの人たち。やっぱり俺らも狙われてんだな。今度は何？どういうこと？話は後だ。カロル、ノール校ってのはどっちだっけ？西だよ、西。エフミドの丘を越えた先にカプアノールはあるんだ。ほら、さっさと行く。でも私。なあ、決めなさい。本当にしたいのはどっち？旅を続けるのか帰るのか。今は旅を続けます。賢明な選択ね。あの手の大人は懇願したって分かってくれないのよ。騎士団心得一つ、その剣で市民を守る。そうだったよな。その通り。行くぞ、騎士の意地を見せよう。ごめんなさい。